やもうこれ玉のような水滴、おすごい、この強力な撥水力、いやこの独特のね深い艶と、いや耐久性を手に入れました。これちょっと今から乗せていきます。嫌やけど、あーせっかくコーティングしたのに、お落ちる、うわすごい完璧。はいどうですかね、見事に消えましたね。いやこれほとんど傷ね、これ今肉眼でわからないぐらいですね。はい、というわけでやってもらいました。今日はですね、こちらなんとね、キーパーラボという、車をね、コーティングするところにやってきました。フィットがねもうすぐ車検ということでね、もう5年経つんですよね、フィットね、私ので、まあ、あの車検をねいろいろどうしようかなと考えたんですけども、やっぱりねこのまま引き続き乗ろうかなと思いました。結構ね外装の方がね汚れが目立ってきたんですよね。洗車の時のね磨き傷とか、ドア周りのね鍵とかねカバンが当たったりする細かい傷がね結構やっぱ気になるなと思いまして、今回ねキーパーコーティングさんに行こうと思います。今回ね提供で、コーティングさせていただけるということで、なんとねダブルダイヤモンドキーパーっていうね、結構いいやつをね今回、施工させていただけます。というわけでね、今、宝塚の、キーパーラボというところに、今から向かっております。わいっぱい車が止まってますね。お邪魔します。あ、どうも、はじめまして。あ、すごい、出迎えてくれた。受付の方へ、今から行ってみようと思います。はい、お邪魔します。こんな感じね。では、本日はダブルダイヤモンドキーパーを、こちら施工させていただきます。あれですかね、結構細かい傷ぐらいは消えるんですかね。はい、コーティング前処理でも綺麗にできますし、はい、コーティング今日非常に分厚い高密度ガラス被膜形成しますので、はい、非常にツヤも出てその分傷も、見えにくいということですね。はい、はい、もうねこの辺ねもう傷なんですよ。こんなも消えるんかな。すごい、これ施工する前にねこんな白いカバーつけてくれます。まずはねタイヤ周りから細かく洗車してくれてます。俺のフィットちゃん泡だよすごいきめ細かい泡ですね。おお、めっちゃ素早い。ちなみにねこの純水で洗ってるんですね。もう一回洗うんですね。ちょっと洗車のね時のこだわりポイント聞いてみます。はい、車を洗う時はできるだけこう車に負担をかけずに、洗うというところももちろんなんですが、手数を少なく、洗うように心がけることで、作業者も疲れにくく作業できるように心がけてます。いや洗車も終わってね今から、ダブルダイヤモンドキーパーの施工です。すごいボンネットの中まで拭いてくれてる。これ材料こんな感じなんですね。高密度ガラス被膜を作る、ケミカルダイヤモンドキーパーケミカルになります。思ってたより小さい。どうやらこれを一本丸々使うみたいですね。1回目のね艶出し施工が終わりました。いやもう見違えるぐらいピカピカですね。いやピカピカになりましたね今ねまだ1層目なのでこれから乾かします。今これダブルキーパー施工中ということでね、3時間待ってみようと思います。いやカウンター席もあってね、窓際から、自分の車が眺めれるのもいいですね。 Wi-Fi も完備。はい、3時間起きました、
今から2回目のコーティングということで、頑張ってもらってます。いや、これ2回目の施工ということで、はい、これだいぶ疲れないですか？まあ、環境も密閉された空間なので。そうですよね。ここだったらホコリとか全然ないですもんね。こうやっぱり車こう磨いてて難しいところってありますか？そうですね、難しさというよりもお客様のご要望をしっかり聞いて作業するので。そうですよね、ここだけはしっかり直したいっていうところありますもんね。はい、その部分を見落とさないように施工するのを心がけてます。コーティング技術資格者、こちら宝塚店さんはね、1級の方が、なんと5人ほどいるということで、なんかスペシャリストに磨いてもらうとやっぱりなんか輝きも違うような感じがしますね。ありがとうございます。やっぱ紫外線とかもだいぶ防げるみたいですね。はい、紫外線が塗装に染み込むのを強力に防止してくれます。なので、まあ、色あせもだいぶ違ってくるということですね。いや、ダブルダイヤモンドキーパー、圧倒的な艶、ダブルの威力ですね。3年間洗車だけでノーメンテナンスということで、いや、なかなかね、なかなかいいですよね。いや、私の車ね、ルーセブラックメタリックということでね、結構濃い色してますよね。この、独特の深い艶と塗装の耐久性ということでね、塗装も耐久性がこれで上がるということなんですね。はい、今ねこれキーパークロスで、拭いております。こちら販売しておりますね。ではね、最後の工程レジンコーティングということで、ツヤを深め水しみの固着を防止するという特徴があります。今頑張ってね、ツヤ出ししてくれてます。もうね、2層の高密度ガラス被膜を、まあ、塗った後にツヤを深めシミを防ぐ、レジン被膜ということで、もう最後の仕上げに入ってますね。いや、これほとんど傷ね、これ今肉眼でわからないぐらいですね。さすがにちょっと大きい傷、これはね、まあ、消えきれてないんですが、それでもねほぼほぼ 95% ぐらい復活してます。わ、これレフ板みたいな感じで、そうですね、光加減を、へえ、こんな細かく。はい、どうですか、ピカピカになりましたね。今からね、撥水テストやってもらいます。はい、今ね、外に出したんですけど、ちょうどね夕日で、照らされて綺麗ですよね。いや、この独特のね深い艶と、いや、耐久性を手に入れました。ではね、撥水テストをやってみようと思います。おお、すごない、これすごない。いや、もうこれ玉のような水滴、おお、すごい、この強力な撥水力。ではね、やりたくないんですけど、このてってれ、家の近くにあった砂をかけてみようと思います。これちょっと今から乗せていきます。嫌やけど、あ、嫌だよ、あ、ザラザラ言ってる、あ、これあんまりあかんかな、石あかんかな。これもレビューのため、ちょっと表現大げさですけど、やってみましょう。おー、すごい。これで拭いちゃって大丈夫なんですね。一瞬今タオルで拭いた時心配になったんですけど、全然大丈夫ですね。もう水だけでさらっと落ちましたね。はい、すごく綺麗になりました。砂ね、結構ビビったんですけど、水でねシャーッとするだけでね、落ちましたね。1ヶ月点検カード、これ無料でできるんですね。はい、無料で純水手洗い洗車を施工させていただいて、コーティングの定着の確認もさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すごいね、綺麗になりましたね。キーパーラボ、ここの割引券ももらってよかったです。はい、いかがでしたかね。キーパーラボダブルダイヤモンドキーパーと
いうことでね、ツヤツヤになりましたよね。今来てるお店が、こちらね、キーパーラボ、宝塚店ということで、こういったお店がね、全国で92店舗あります。キーパープロショップなんとね、全国に5800店舗以上ありますね。いや、充実のね店舗数ですよね。皆さんもね、スマホでぜひ調べてみてくださいね。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでキーパーラボでダブルダイヤモンドキーパーを施工してみたでした。じゃあね、バーイシュー。